やはりアースクエイク、はい、破壊力の上でも北尾、アースクエイクという感じでしたね。それ北尾にとっては言い方悪いかもしれないけど、いくつになったと思います。松浦さん、いかがでしょうか。インタビューお願いします。テンタ選手にこちらに来てもらいました。ジョン・テンタ選手はですね、この後この東京ドームに続きまして、また神戸でも、戦うことになっているんですね。その辺のことを聞いてみたいと思います。 You're a real earthquake, John Tenta. I beat Qatar tonight and I'm gonna beat Qatar again in Kobe and I'm gonna meet him anywhere else in Japan until he quits, until he doesn't want the earthquake anymore.